MC101076。スケルトンホース、ゾンビホースが昼間にもかかわらず燃えない。スタッツ。オープン。説明。スケルトンホース、ゾンビホースが日中に燃えません。本来、これらはアンデッドであるため、日中に燃えるのが正常な動作です。時間をデイに設定した状態で以下のコマンドを実行することで再現可能です。この際、当該モブが燃えていないことに注意して観察してください。当チャンネル投稿主による再現映像が存在します。コマンドを用いてスケルトンホース、ゾンビホース、比較用のゾンビを召喚します。これらはアンデッドであるため、日中には燃えることが予想されます。ただし、MC101076 が存在する環境下においてはこのように、ゾンビホース、スケルトンホースは日中に燃えません。MC101076 はマインクラフト 1.9.4 から確認されていますが、最新の 1.20 においても修正されていません。また、MC101075 は MC44959、MC127186 と関係があるとされていますが、いずれも修正済みです。あるユーザーの提言、このバグの修正によって、スケルトンホースは日中に乗れなくなり、役立たずになってしまう。また、乗っているスケルトンを撃破する前にスケルトンホースが燃え尽きてしまっては入手難易度が上昇する。理にはかなっているが、あまり良い変更ではない。馬鎧が壊れないようにし、スケルトンホースが馬鎧を装備した状態でスポーンするようにすればいい。それはきっとクールなことだ。MC101076 の修正時期は未定であり、修正される可能性は、現時点では低いものと思われます。MC101076 がゲームに及ぼす影響は微小であるため、修正の優先順位は低いものと思われます。